国際金融機能誘致チーム福岡総会を開催をさせていただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます福岡地域戦略推進協議会の石丸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日お手元にお配りをしております次第に沿って進めさせていただきます。まず新たに一般会員になられました団体についてご紹介をさせていただきます。一般会員はチーム福岡の趣旨に賛同する法人や団体で会長の承認を得て入会を認めるものとしてございます。今回一般会員になられましたのは九州北部税理士会様、日本公認会計士協会北部九州支部様でございます。次にご出席の皆様の紹介についてはお手元の出席者名簿に変えさせていただきますが、前回の総会から変更になっております役員の皆様につきましてはお時間の都合上ご紹介のみとさせていただきます。それではチーム福岡副会長の福岡県服部知事でございます。よろしくお願いいたします。続きまして顧問の九州大学石橋総長でございます。本日は福田理事副学長にご出席をいただいております。続きまして幹事の西日本鉄道株式会社林田社長でございます。林田でございます。よろしくお願いいたします。それでは麻生会長よりご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は国際金融機能都市福岡のこのチーム福岡の総会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。もう本当にこのスピーディーにですねこの会が進行し、この会がですねこの地元の産官学が一旦一致して、スピーディーにこうまとまりよく進んでいくというのは本当に嬉しい限りです。つい2月にですねこの MCP ホールディングスリミテッドが香港から進出を決めてくださり、今回今日発表するのはシンガポールから新たなまた機能が手を挙げてくださったということで、本当にこの九州の福岡のですねまとまり、それとスピード感が着実に上げていただいております。まあ、我々九州福岡にはですね多くの優秀な企業があるわけですけど、今回のこのシンガポールとのパイプがつながったことでですね新たにやっぱり福岡の企業としてのアクセスができるし、またシンガポールから来てもあこういう企業とあるんだと、これはつないでいこうというような機会につながっていくということで、地元経済界としては大歓迎であります。この勢いでですねやっぱりこの次世代がこの福岡を中心にアジアのビジネスハブとして進展していくという一つのコアを作っていくということに我々が参加しているということのこの使命と誇り責任を感じて進めていきたいというふうに思っております。今日はまたお二方の講義いろいろございますんで、ぜひ皆さん方が積極的にご意見をしていただき、この磨きをかけてチーム福岡をレベルアップしていきたいというふうに思っております。この立て続けの嬉しいこの福岡への参入という国際企業のあれをウェルカムしてご挨拶をさせていただきます。今日は一日はやりません。ぜひ有意義なディスカッションができるように期待しております。ありがとうございました。いいですか。産経新聞の方です。朝方、今日どういったお話し合いがあったかということをちょっとお伺いさせていただきます。今日はみんながこのチーム福岡のですねこの盛り上がりっていうものをシェアしながら、それ新たに今度3社がですねこの間の1社を入れて3社が手を挙げて福岡に来ますよということを言っていただいた全部の CEO なり代表者がこの意気込みとですね福岡の魅力、そういったものを魅力っていうか期待感ですね、そういったものを魅力とともに話していって、それを我々が聞いて、それで場合によっては質問したというようなことで情報交換の
場とともに心を一つに、これでこの方向でやっていこうねと、新しいメンバーもお二方入られて方向に行こうねということを結束を固めたというか勢いをつけたという感じです。で今回新しくその参入する2、3日だるまさん、はい、より超高速の取引であれはどういう意義があるというふうに言えるかちょっと解説お願いできますか。私その新しいそのファイナンスとかキャップとかそういうのを全くよく理解してないんだけど、やっぱり全く今の時代のですねスピード感でやっぱりリスクマネーを取ってそれで IPO に持っていくなりキャッシュに変えていくなりそういうようなノウハウを持った、そしてこの福岡での期待感を持っただるまが入ってきたということでですね、非常に若い社長さんが力強く自分の思い期待感を言われて、もうやっぱり違うなというような感じで、新しいやっぱり金の流れ、チャンスに対するとあるいはリスクに対する挑戦、そういったものを含めながら IPO に持っていくとかですね、そういうような流れを考えていますね。現状その地方の取引所って厳しい状況、札幌等と名古屋もそうですけど続いている中で、その福岡も、その例外ではなかった中ではあるけれど、この取り組みがあったことでそういうチャレンジの人が入ってくる環境ができた、そういうイメージでいいですか。やっぱり福岡は我々住んでて当たり前のように思ってたけど、その48だが都道府県の中で日本に4つしかないものの取引所がここにあって、それでここはやっぱり一つ の上がってきてる、この市長のイメージ、県知事のイメージもあると思うんですけれど、魅力的な形に感じて、やっぱりアジアからこのゲートはまず福岡に入ろうというあれを持ったんだと思います。すごく期待感を持ってます。で最後ごめんなさい、服部知事に改めて今までは副知事という立場でこの会参加しましたけど、改めて知事としてその今後どういうふうに検討してやっていくかを考える。私は新しい時代のですね、県政についてチャレンジの一つとして、世界と勝負して、世界から認められる、世界から選ばれる福岡県を実現していくと申し上げております。このような中で、国際金融機能の誘致、これは一つの大きな項目であると考えております。私たちも、福岡市さん、また経済界の皆さんと、チーム福岡として、力を合わせて全力で取り組んでいきたいと思っております。他はどなたかいらっしゃいませんか。あ、すみません、西日本新聞の塩入と申しますが、今日 の会合で、方針として決まったことがあれば教えていただきたいんですが、どなたでも。いや、前から言ってるこの福岡を一つの金融のアトラクティブなところにしていこうという方向性ができてて、それがつい10月ぐらいから始まってて、もう2回やって、その中でもう3社が出てきたという、このスピード感とまとまりいいねと、これでやっていこうね、お互い大丈夫ですねと、会合は年に1回ぐらいですけど、現場ではどんどんやりますよ、これでよろしいですね、お任せいただきますねというようなことを確認して、みんな OK と、頼むぜって、やろうぜっていう感じです。はい、いいんですか、市長、私。いいですよ、いいですよ、もちろん。市長に伺ってよ。会長だし。読売新聞ですけれども、MCP さん以降、今日で3社ということで、その福岡の魅力とかですね、福岡に出張で置く利点っていうところでお話がいくつか出たというお話ですけど、具体的に、もし可能な範囲でどういう、3社からどういうその福岡の良さみたいなところに聞かれたとか、そういった私でよろしいですか。はい、その後どうぞ。やっぱりこの今日も感じるけどね、こんな福岡の財界が社長さんですよ、ほとんど宮殿も JR も何も銀行も西鉄も、やっぱこういう緊急の集まりに対してこれは大事だっていうプライオリティが非常に各社高い。このチーム福岡で盛り上げていこうぜと、このチャンスに波に乗らなきゃというような形で、外から見られている方にとってなんてこうコンパクトにまとまってんだと、大きな企業がみんな来られて、それでしかもスピード感がすごくあると、それでやっぱり私はやっぱり市長のバイタリティとか県知事に対する新しい期待感、そういったものがすごくあるんだろうというふうに私は思います。いやいや、もう会長のおっしゃる通りでございますからね。いやでもとにかく
今日新しく2社発表しましたけどもね、これものすごくやっぱ大きな意味があるんですよ。今我々が目指しているのは継続的にイノベーションが生まれて成長し続けるような、そんなエリアをこの福岡九州に作っていこうということなんですね。でそうした中でまずそのキャップブリッジさんっていうのは、まあ、これからあの会見やりますけど、キャップブリッジさんっていうのは未上場の企業に対して世界の投資家のマネーをそこに入れてくれるっていう、まあ、こういう機能を持つ金融機関がここに立地をするっていうこと、そこと日本ナンバーワンのスタートアップ都市福岡っていうところのね、この相性の良さ、これは要するに、まあ、昨日もあの FGN で、そうしたイベントをしてね、エグジットしたあの会社、それからアピールした会社というところで、今このスタートアップ都市の中でどんどんそうした企業が生まれてくる中で、世界のマネーがそこに集まってくるということは、もちろん成長スピードが非常にやっぱり速く、そしてあのチャレンジに対するやっぱり後押しを受けることができるということになるわけですよね。でダルマキャピタルさんも今まさに会長お話ありましたけれども、あのやっぱ全国4つしかない、そして大阪にもない、そんな福岡証券取引所、あのこのチーム福岡作る前の段階でもお話をしましたけれども、以前もやっぱりここをせっかくある証券取引所をなんとか盛り上げよう、でシンガポールのその取引所と合併させようかとかですね、もういろんなお話もこうあったわけですけれども、まあ、そうした中で今回ダルマキャピタルさんが入ってきていただいたっていうような、こういうやっぱりことによって、あのこのやっぱり証券取引所を活性化をさせていく、そして地場の企業にやっぱりお金をどんどんやっぱ入ってきやすいようにな仕掛けを作っていくということは、これはあの非常にあの大きな意味があって、あのそういう意味では私たちのこれまでの強みというとお話をしました。要するに日本海側の唯一の都市として日本全体の BCP の機能というところもそうですけれども、今会長がお話しいただいたようにこれだけのですね地元の企業、要するに産学官が全員集まることが他のどの都市でできますか、いやないということで、実はあの私たちの都市っていうのはその規模でいうところの大阪東京っていうところだけではなくて、本当に何か新しいチャレンジをしようっていう時に極めてふさわしい。で服部副知事があの今回から、あごめんなさい本当に悪気じゃなくて今までずっとさもといこっから服部知事が今回から入っていただいたということで、あのまさにあの福岡九州の強みっていうところでいくと、前回その成長の方向性でお話をしたあの要するに環境企業ですね、こうしたものですとか、あの実はあの福岡の中にも福岡県全体としてもたくさんそうした素晴らしい企業があって、そしてまた休憩連あの麻生会長ですとか、そして、あの池部社長いらっしゃいますけれども、電力というところにおいてもクリーンエネルギーの比率が極めて高いというようなところっていうのが、実は今日本全体としてもまだ弱いと言われている ESG 投資ですね、こうしたものの市場形成において実はすごい優位な場所であるんだと、まあ、こうしたところも非常にやっぱり彼らにとってもメリットがある、で可能性があると感じていただけた、でそうしたメンバーが今日全員集合するような場所がどこにもない、これをねやっぱりしっかり打ち出した上でそれぞれができることやっていくこと、民にできること、官にできること、ね、学にしかできないこと、こうしたことを合わせてですね、あのぜひ取り組んでいこうという方針を、まあ、会長のもとでですね今日は一致団結して確認したというのが今日の会でございます。すみません、お時間があんまりなくなって、あとお一方だけ、はい、すみません、お一方だけ、はい、はい、あのテレビ東京のガイダーからですけども、HFT についてお伺いしますけれども、まあ、HFT とかっていうのは賛否あって、あのその圧倒的なスピードで、まあ、投資家の利益をかすめ取っているとか、まあ、そういう声もありますけれども、まあ、ダルマキャピタルさんの進出の、まあ、何を期待しているか、まあ、こうやってきちっとあの投資家の方々にもきちんとした説明が必要だと思います。会長と市長。はい、やっぱりこの我々この地元にいてですね、自分のアセット、自分のポテンシャルっていうものを十分把握してない、そういう中でやっぱり世界で鍛え上げたねだるまが見て、やっぱりこれは結構面白いですよと、自信持ってやりましょうよというような形でですね、我々にあの新しい情報、新しい可能性を与えてくれている、それ別に無理やりやるわけじゃなくてプロが選ぶわけですから、その候補者がこの九州福岡にいるというチャンスがですね、今まで考えもしなかったこの可能性が今回で広がってるな、それさっきおっしゃったようにリスクも何もありますけれど、それはやっぱり我々のやっぱ投資の中でのリスクですから、それはもう仕方がないっていうか当然のことだと思います。今日は誰かに何をしたいですか。うん、やっぱりね、このテクノロジーによるその
この市場の変化というものは、ね、これは不可逆だと思うんですね。やはりダルマキャピタルがここに来てくれる、そして新しい可能性でここにまたお金が集まってくるということは、これは九州のまあ ESG 投資だけではなくて、やっぱり様々な分野の成長の加速にとってとってもやっぱり大きいあの可能性を感じています。はい、ありがとうございました。一旦じゃあ、あの皆様を、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。